シッチこと、アデノール、レオナルド・バッキは、ブラジル・リオグランデ・ドスル州、カシアス・ドスル出身の元サッカー選手、サッカー指導者、ブラジル代表の監督を務めている、現役時代のポジションはミッドフィールダー。グレミオや、パルメーラスなどのブラジル国内のクラブやアラブ、主張国連邦のクラブを率いた実績があり、コリンチャンスの監督として2度のカンピオナート・ブラジレロ、 セリエ優勝、コパリベルタドーレス優勝、フィファクラブワールドカップ優勝に導いた。2016年6月、ブラジル代表の監督に就任した。ブラジル代表は2014フィファワールドカップ以来、成績不振が続き、前任者のドゥンガの下では2018フィファワールドカップ、南米予選において6試合を昇華した時点で6位と低迷していたが、 チッチの監督就任後は11月11日に行われた同予選のアルゼンチン代表戦に3-0で勝利するなど公式戦で7連勝を記録し好調を維持した。2017年3月28日パラグアイ代表戦に3-0で勝利し勝ち点を33と伸ばした。これにより同予選の4以上の成績が確定し4試合を残して 本大会出場を決めたクラブ代表、ありがとうございます。